ああ、よく羽織りますね、羽織りますね。はは。低音がとうとうこれきついと思います。そうですね、私は声が低い方なんで、低音カットして何も聞こえなくなっちゃうでして。はい。テステステス。バンドパスフィルター通したような声ってよく言われるんですけど、真ん中がないみたいな。どんしゃりな感じで。はあはあはあ、テステステス。なんかちょっとまだ響きが、どこが羽織っぽいですね。テステステス。テステステス、ワン、ツー。ワン、ツー。はい。大丈夫でしょうか。うん、羽織り気味ですね。多分スピーカー近すぎるんじゃないですかね。これはちょっと、あ、本当だ、羽織ってます、ね、でそこを閉めた方がいいんじゃないの今。そうですね、会場の声がそんな大きくなくてもいいのかと思いますよね。そうですね、聞こえるでしょう普通は。はっはぁ、配信の方はキープしてもらって、こっちの出音を、ね、下げればいいと思うんですけど、今ちょっと落ち着いた感じしますね。あの畑さんの方は、はい、あ、こっちはだいぶ、はい、落ち着きました。はあ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 、テス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 、大丈夫そうですか。はい、全然このぐらいで、もっと小さくても、あの会場の中の方には問題ないと思いますね。そうですね、会場は、そうですね、会場には。
です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 。身長だいぶ違いますからね。ちょっとアテゲさん後ろ下がれない。ですですですあ、マイクチェック、マイクチェック。あ、萩谷さん、ちょっと、あ、お願いします。あ、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 マイクチェック。あ、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 相当ニュースだからみんな気をつけようね。マイクチェック、マイクチェック、大丈夫ですね。じゃあ、配信開始しますか。萩谷さん、OK でしたら合図ください。ありがとうございます。そうですね、BGM もうちょっとちっちゃくしていただいてよろしいですか。はい、あ、なくなった、消えちゃいましたよ。あ、あ、そうですね。あ、あ、あ、これだとでかいですね。ありかなしかし、そうですね、結構微妙なんですね。ちょっとこっちを下げます。萩さん、こっちを下げ、ま、下げて調整します。はい、すいません。それ、そのマイクハウル気味ですね。そうですね、ちょっとハウってますね。はい。あ、あ、あ。で、萩谷さん、ちょっとマイクの低音、ちょっとカットお願いします。あ、あ、あ、マイクチェック、マイクチェック。あ、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 マイクチェック。あ、あ、大丈夫ですね。はい。じゃあ、萩谷さん、配信開始でできたら、大丈夫ですか？はい。はい、では皆様、大変長らくお待たせいたしました、この度、関西モジュラーフェスティバル2022、ワークショップセクション2日目ご参加いただきまして誠にありがとうございます。はい、では、まずですね、今日は、スペシャルゲストにですね、杉蔵さんと畑健さんを、お呼びしてインタビューをさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またこれは、ま、ちょっと低音があれですね、はい、マイクが大きい、マイクがちょっとチェックしましょう。すいません、なんかハウっちゃうとね、みんなにも申し訳ない。そうですね、はい、はい、はい、あ、では まずは本当にあの遠くからあのお越しいただきましてどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当にありがとうございます。光栄です、はい、ありがとうございます。もう今日のインタビューも、今日のライブも非常に楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では早速、お時間もあれですので、
インタビューの方に、入らさせていただきます。本当は3時からリハですからね。あ、そうですよね、すいません、もうありがとうございます。で、ちょっと後ほど質問コーナー簡単に設けさせていただきたいと思っておりますので、何かご質問あられる方いらっしゃいましたら、その時にご質問をお願いいたします。で、皆さんの、全てのご質問をお受けできないかもしれませんが、ちょっとご了承くださいます。幸いですようお願いします。はい、ではまず、ですね、お二人の出会いについてちょっと簡単にお伺いしてもよろしいでしょうか。これ結構いろんな雑誌とかいろんなところ出てますけど、もう一回喋った方がいいですか。そうですね、喋りましょうか。簡単に、じゃあ、はい、簡単にですね、はい、文字カフェですね、モジュラーカフェですね、2016年とか7年ぐらいに僕がモジュラーカフェによく行くようになって、モジュラーにハマって、でまあ、もちろんすぐに畑健さんの存在を知ることになって、ぜひ音を聞きに行きたいと。でモジュラーカフェって三軒茶屋の東京の、畑健さんや黒さんたちが毎月、行っていた、そういう、まあ、サロン的な感じですよね、モジュラーの。スペースオービットっていうお店なんですけどもね、そこでも黒さんが毎月毎月モジュラーの、プレイヤーを集めて、まあ、10人ぐらいですかね、10分15分の演奏をするっていうのを毎月のようにやっていて、そこに杉蔵さんが、突然現れて、私の知り合いが最初に現れて、突然だったんですね、なるほど、まあ、見つけてくださったわけなんですけども、そうだったんです。でそれで、まあ、足げく通っていただいて何度も、はい、そうですね、何度も、はい、でその中でこう白羽の矢を立てていただきまして、はい、でじゃあぜひコラボレーションしましょうってことで、でそれがまあちょうどその TFOM の、その時はカフェデラックスっていうイベントやってたんですけども、それがすぐだったんで、とりあえずじゃあまずそこで一緒にセッションしてみましょうということで、本当に何の相談もない即興のセッションをして、それが本当に、まあ、あの時は本当に良かったからですよね。そうですね、はい、それでそのことが良かったものですから、それで杉戸さんからもいろいろリミックスの依頼とかをいただくようになって、そこからいろいろ交流が深まっていったという感じだと思います。はい、ありがとうございます。はい、では、次にですね、アルバムをその今回リリース、されましたが、こちらの経緯でありますとか、まあ、一緒にこう制作されるようになった動機や経緯などを教えていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、多分ここに集まってくれてる皆さんにとっては釈迦に説法の話だと思うんですけど多分見ている方々に関しては、はい、そうですね、 YouTube を見ている方々に関して説明した方がいいですね。あ、すいません、簡単に、はい、でまた羽織始めましたよ。じゃあすみません、皆さんよく知ってる話ですが、最初に僕が畑健さんにお願いしたリミックスが、僕が2016年に発売したアルバムの楽曲で The Voyage Home ってやつがあって、そのアコースティックな楽曲を畑健さんがモジュラーシンセによって素晴らしいアンビエントトラックになりまして、でそこに僕はすごく感動して、でその時に畑健さんは1曲お願いしたんですけど、その1曲のために何バージョンも作ってくれたんです。多分4バージョンはありましたね、少なくとも。どれも素晴らしくて、コードつけたがたかったんですけど、でこのテイストで1枚一緒にアルバム作りたいなと思ったんです。で当時2016年2017年の頃はリミックスとして畑健さんにお願いをしたんですが、次の段階として畑健さんに作ってもらったものに対してまた僕が音を乗せたり作曲を加えたりアレンジを加えたりして、そういうコラボレーションをしたら絶対面白いだろうと思ったんですね。そこからです。そうですね、2017年ですね、そう思うと5年前ですね。それでこう5年間いろいろやっていって煮詰めていかれて、そのまあ集大成というような形で、アルバム自体は実は去年の半年ぐらいですね。ちょうど杉蔵さんの愛と調和というアルバムでも私またシンセサイザー参加させていただいて、でその頃にいろんなミーティングの中でも、はい、ちょうどまあコロナ の, 状況の中で、はい、この状況で本当に今みんな心が分断が起きてたりとか、いろいろ差別じゃないですけど起きてたり、そういう状況の中で、なんか心に寄り添うような音を作れたらいいねっていうのがもう一つテーマとしてあって、でそれと前からその言ってたそのコラボレーションの仕方と、はい、アルバム作るタイミングなんじゃないかということになって、そうですね、その愛と調和という畑健さんにも全面的に参加してもらったアルバムが、もともとやっぱりコロナ禍において畑健さんがおっしゃったように分断や差別や人々の負の部分がすごく露呈していた、まあ、社会情勢、まあ、国際社会、その中でガンガンの音とか、暴力的なものとか、アッパーなものよりも、あの時には癒すための
うんうん、あの心を鎮めるための、なるほど、うん、疲れを取るための音楽が必要なんじゃないかと思って、うん、そこをコンセプトに生んだものが愛と調和という作品で、それが2020年、うん、でこの畑健さんと杉蔵の The Voyage to the Higher Self はその流れですね、精神的にはその流れにあって、うん、で愛と調和ではそこは、まあ、もちろん駆使してるんですけど、うん、他にもアコースティック楽器もたくさん使っていたり、いろんな方法の、まあ、アレンジを取ってるんですけども、それをこの2人のプロジェクトですから、モジュラーを使うことにあえて特化しようと、うんそういうところにあえて制限を設けて、うん、モジュラーのみでどこまでできるかっていうところを、うん、すごく追い込んだ、うん、でも作品の意識的な精神性の意味では、うん、やっぱり癒しや、うん心を鎮めるため、うんうん、心を人々とつながるため、うん、そういう意味で畑健さんとはとても、まあ、共鳴できて、うんというところですね。なるほどね。でもう一つ、まあ、今回のアルバムではそのアルバムのタイトルも Higher Self っていう言葉だったり、うん、あと曲もチャクラのタイトルがついてるんですけど、はい、まあ、初めからそのチャクラのコンセプトがあったんじゃなくてですね、うん、その今の話からすると初めからあっても良さそうな感じもしますけど、はい、そうじゃなくてむしろ私がまた同じようにリミックスからスタートしていって、だからモジュラーシンセは駆使してるんですけれども、ほとんど元のソースは杉蔵さんのギターのサウンドなんです、ね、なるほどなるほど。でそれをこうモジュラーを通して加工して、ああいうアルバムの音になっていって、はい、でそれをまあ最初送らせていただいて、うん、でそれから杉蔵さんがインスピレーションを受けて、うん、あこれはチャクラのコンセプト合うんじゃないかということで、初めからちょうど7曲作るつもりだったりする、なるほど。だからちょうどそれがじゃあ残りの方はチャクラを意識して作ろうということで、まあ、前半は全くそうじゃなかったし、スタートはそうじゃなかったんですけど、はい、仕上がりとしては全体に最後7番目のチャクラに向かって仕上げていったというような経緯だと思います。なるほど、なるほど、とても大事なところだと思います。なるほど、そうですね、うん、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと早速、モジュラーのちょっとついてのちょっとお話に入ろうと思うんですが、特にその、まあ、モジュラー申請魅力を感じているところ簡単に教えていただけますでしょうか。それは僕ですね。あ、畑さん、そうですね。鈴木さんにお願いいたします。はい、そうですね、もともと申請オタクなの で、 あ、そうです、ね、僕はこれもいつも言ってることで恐縮なんですけど、ギターにハマる前に申請にハマってた子供なので、うん、はい、うん、で、まあ弦楽器に親しんでいたこともあって結局ギターの道に進むんですけど、ギタリストとしてまあ自分が存在していながらも、そのアプローチとかサウンドメイクの概念は多分シンセサイザーアーティストに近かったような気がするんですね。もうデビュー当時から、プロフェット5に憧れた子供で、モーグに憧れた子供で、うん、デビューしてちゃんとお金が入るようになって最初にプロフェット5買いましたから、それを今でも使ってますから、もう30年近く使ってる、そういうやつだったの で、うん、で弦楽器奏者なので、うん、鍵盤が流暢にできるわけじゃないので、うん、やっぱりおのずとモジュラーに行くのは、うん、なるほど、多分自然な流れだったと。で昔はね、モーグやブックラはそんなに僕しなかったんですね、うん、モーグやイーミューや、そういうモジュラーの、あとアープや、というものに憧れてたんですけど、うん、まあ、90年代後半からいわゆる、ね、ユーロラックが、ドイプファーが始めたじゃないですか、うん、はい、まあ、僕は2000年代に入ってからなんですけど、はい、憧れていた巨大なシステムがこういうサイズで使いやすく買いやすく、うん、でよりなんていうのかな、融通が利くようになって、うん、まあ、そのもうカルチャー自体が僕にとってはたまらなく魅力的 で、うん、でまんまと沼にはまりましたようこそすいません、沼にはまって7年8年、7年ぐらいですか、2016年だからですね、2015年2000、そうか、そのぐらいですね、うん、なるほど、なるほど、ありがとうございます。はい、その、モジュラーシンセに、こう逆にですね、こうモジュラーシこともっとこういうことができたらいいなっていうような杉曽さんにちょっとお伺いしたいんですが、はい、っていうものとか、例えばその杉尾さんはエフェクターであるとか、はい、その先ほどの GR300 ギターシンセでありますとか、はい、マイクプリアンプでありますとか、はい、いろんなものをお使いになられてますが、うん、まあ、モジュラーシンセとこう併用してこう使ってられる中で、やっぱりモジュラーシンセにもっとこういうものがあればいいなっていうものがあればお伺いできれば幸いですが、いかがでしょうか。そうですね、僕がもうあらゆるエフェクターをギターで使うんですけど、はい、
それがまんまモジュラー化されればいいなみたいな、モジュラー化されるようなシステムがあったら、はいはいはい、例えば僕が本当に好きなディレイとか、うん、はい、あ、例えば TC エレクトリックの2290って名機があるんですけど、うん、まあ、それは 2U のでかいディレイで、うん、あのテイストがもしモジュラー化されればとか、うん、あ、はいはい、イーブンタイト、はい、もう H3000 という名機があって、うん、はい、ありますね、それは今もっと小さくコンパクトに作るようになってるんですね、うん、例えば、はい、イーブンタイトの H9 っていう、うん、もうどんどんやっぱり外部から、うん、うん、中身をアップデートできるエフェクターが増えてるじゃないですか、あ、ありますね、うん、そういうものがだからイーブンタイトのモジュラーがもっと進んだらいいなとか、そうね、うん、ストライモンはずっと僕使っているので、それがやっぱりモジュラーを始めてくれたのもすごく嬉しかったですし、うん、そうですね、うん、そうですね、やっぱりギターペダルのメーカーがモジュラーを出し始めるっていうのは、うん、はい、やっぱり同じ生産ラインとかこう使える部分もあるんでしょうけど、はい、設計もやっぱり共通項があったり、うん、サイズ感も同じだったりでノウハウが近いんですね、多いですよね、はい、もともとメイクノイズもそうですよね、うん、彼メイクノイズのあの名前どよく忘れちゃった、あの方社長まだ若いですよね、トニーさん、彼も元々エレキギターフェチ で、はい、エフェクター作りから始めたみたいですし、はい、そういう人が多いのでノウハウが近いんでしょうね、そうですね、マレッコとか 4MS とかもみんな元々ペダルメーカーですからね、ペダルですもんね、はい、で僕はやっぱり面白いなと思うのが、うん、やっぱりプレイヤーなので、うん、やっぱりプレイするための音色やそのため音を広げること、エフェクトを使って世界を広げることに意識がおのずといくようで、うん、なのでいわゆるシーケンサーの方にまだ行ってないんですね、あ、なるほど、でシーケンサーの考え方って要はもともとはテープミュージックですよね、うんうん、もしくはミュージックコンクリート、はい、だからブックラのあり方というのは、はい、その自動演奏っていうのがまずベースにあるじゃないですか、うんうん、そうですね、で多くのモジュラーアーティストはそこをやっぱり軸にしていると思う、うん、それが僕はすごくかっこいいと思うし、もちろん畑健さんはその、うん、超一流の存在ですけど、僕にはその概念がもともとなくて演奏するためのツールだったんです、うんうん、なるほど、モジュラーに対する角度が違うのが面白いなと思っていて、うん、だから僕は今後もちろんブックラ的なテープミュージック的な使い方をマスターしていきたいけど今まだ全然できないです、うん、多分僕はモーグ的なんですよね、うん、だから演奏家のためにシンサイザーが発展した道と、ね、あくまでもテープミュージックをベースにした道で実はどんどん枝分かれしていったじゃないですか、うん、そう考えるとモジュラーユーロラックモジュラーの世界の多くはそのテープミュージック側、要は西海岸側にベースがあるんだなっていうことが僕にとってはすごく新鮮で、なるほど、なるほど、そうですね、そういう音楽的なそういうやっぱり作り方も西海岸と東海岸と深圳の使い方も ね、うん、違うのは僕たちの間も知ってますけども、ね、やっぱりそういうところで、うん、はい、それがまあ今モジュラーで融合されてきて、うん、ね、メイクノイズもノーコーストなんていう、そうですね、関係ないっていう部分もあります、ね、だから面白いのが畑健さんとセッションしてると、畑健さんはその、うん、西海岸をやっぱりベースにした、うん、基本的にテープミュージック、ミュージックコンクリートの延長、うん、そこをベースにしながら広げるじゃないですか、うん、そこに対して僕はあくまでも演奏家なので、うん、そのギタープレイヤーという視点からモジュラーに入っていって畑健さんと交わってるっていうのが、うん、とても面白い、そうですよね、うん、はい、僕たちのリハーサルとかでも、うん、なんか演奏その場でしちゃってそれを次やるための演奏のリハーサルではなくて、はいはいはい、どんな音を出すのかなっていう音を確認をしてて、それを本場リハーサルしてしまうともう1回分もったいないっていうか、うん、そこですごいいろんな面白いものが生まれるけど、決してね本番で同じことをやるわけじゃないので、うんうん、全て本番でしかセッションしない感じですよね、なので、うん、今回、まあ数日前3日前かの配信ライブから、うん、実はこのアルバムThe Voice to the Higher Self の、まあ、レコ発的なライブがどん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 って4月にあるんですけど、うん、レコ発といえどもその楽曲を再現するわけではなくて、あくまでも各楽曲がモチーフとなって、うん、そこからやっぱりインプロビゼーションでどんどん発想が広がっていくってことをコンセプトにしているので、うん、それをまた面白いのはそのプレイヤーである僕がそれをやるのはすごく変なし楽ちんというか、うん、演奏家としてはすごく真っ当な方法なんですけど、うん、その基本的にシーケンスを軸として演奏する畑健さんがそれをやるっていうのはすごいことで、うん、それは、
相当なレベルがないとできないですよね、うん、あれを即興でやっていくっていうのはね、うん、そうですね、だからまあそれは DJ をやっていた経験も生きてくると思うんですね、その状況と空気を読みつつ、じゃあ次どんな音がいいかな、うん、こうかなっていうので、うん、たぶん杉澤さんもびっくりするような音がたまにお、こんな音できたみたいなのもあると思う、うん、そこがやっぱり即興の面白みでもあるし、うん、ちょっと仕掛けてみようとか抜いてみようとか、そういう感じで、うん、そこがセッションなんだと思うんですけど、ね、そう考えるとモジュラーシンセってやっぱり DJ 的ですよね、はい、そのモジュラーシンセサイザー奏者が演奏を披露するっていう場面においてはね、そうですね、だから今日なんかも本当にアルバムのリリースのその内容をやるんですけれども、うん、ライブリミックスって形だと思います、現場でリミックスしていく、まあ、DJ のリミックスっていうのももともとはそこからだと思うんですけどね、いろんな音楽をそうやってリミックスしていく、だからライブでリミックスするっていうのをパフォーマーと演奏家と一緒にやるっていうことだと思うんですよね、うんうん、まあ、面白いのがモジュラーシンセっていう一つのツールを DJ 的な角度と演奏家的な角度で、あのお互いがあの混じり合ってる、うん、でも例えばこのパンハーモニウムとかは僕もものすごい使うので、あのそうですね、両サイドから攻められるモジュラーも多々ありますので、うん、非常に面白いな、だからいわゆるギタリストとかいわゆる演奏家がもっとモジュラーにはまっていってもいいのになと思いますけどね、うん、そうですね、うん、あんまりまだいないですよね、そうなんですよ、私もちょっとそれは常々思っておりまして、まあ、あのギタリストの方などもっとどんどんモジュラー導入してやっていただけたらいいのになっていうふうにはね、思ってます、ね、それこそスタライモンがものすごく親切な、うん、あのモジュラーを作ってくれてるじゃないですか、そうですね、うん、A1 っていうのそうですね、ギターですね、ギター用の、あれは素晴らしい、僕にとっては本当に重要な一品ですよね、うん、そうですね、うん、いやもう本当に非常にこうスリリングなこう内容だと思います、本当にあの演奏者とそうですね DJ 的なシーケンスへの、まあ、いろんな角度からこう見たモジュラーを捉えてこう音楽をまあ、作っていくと、うん、モジュラーってそういう意味では可能性がすごく、うん、すごく無限だと思う、そうですね、いろんな立場の表現者がツールとして活用できて、うん、あとそれを自由に広げられるじゃないですか、うん、そうですね、ちょっとあてないあの秘密を話しちゃいますけど、はい、映像作家と一緒にやりたいんです今後 ね、 そうですね、仲間の映像作家と今後もっと一緒にやっていきたいんですけど、うん、映像をモジュラーであのアプローチすること可能じゃないですか、うん、そうですね、そうですね、できますね、それもまだまだね、うん、そうですね、これからこれからですね、うん、だからこのプロジェクトで要は DJ 的な立場、うん、演奏家的な立場、映像の VJ の立場、みんながモジュラーっていう、うん、ね、存在を軸にこれからセッションしたら面白いなと思っています、うんうん、そうですね、そうですね、それは本当に楽しみですね、ですよね、そうですね、うん、非常にスリリングでもう新しいものが生まれるとなんか本当に感じますね、うん、ありがとうございます、ではあと今日のライブについてなんか簡単にどんな感じになる、なりそうでしょうか、さっきちょっと話しちゃいましたけどね、そうですね、今日のライブはだから、はい、あのアルバムからの曲を何曲かモチーフにして、はい、でそれを雛形に、まあ、僕がそれを雛形をどこまで壊すのか壊さないのかをしながら、杉澤さんはその曲のインスピレーションと、あとはやっぱり曲の中のイメージをあれですよね、演奏はフレーズとかはね、気になるところは、まあ、どんどん基本的に即興で広がっていくので、うん、可能性は無限だと思いますが、そうですね、時間は有限で大丈夫かな、そのためのリハやんなきゃいけないそうですね、そろそろそうですね、はい、どうしましょう、最後、はい、簡単に音出し、せっかくお持ちいただいたんで、まあ、はい、まあ、そうですね、そうですね、今日まあこれ、はい、今日こうライブに使うものなんですけれども、はい、それでまあ、どんな感じでやるかっていうか、まあそうですね、例えばキックとか、まあ、こうやって上げる、ここはミキサーのセクションで今このシーケンサーが走ってるわけですけど、まあ、ちょっとこうハイモノハイハットみたいなもの上物があったりで、それで例えば今かかっていますけども、このアルバムの使っていたリズムのループとかをこう例えば流せば、これでもムーラダラになってますね、そうムーラダラですね、1曲目の入ってくるやつなんで、アルバム聴いてる方は聞き覚えあるかなと思うんですけど、まあ、それでまあ例えばバットを入れようとか、まあ、今はこれ直接入って、まあ、あえて分かりやすくエフェクト入れてないんですけども、そうするとこっちのパッドがですね、まあ、音がちっちゃい、そうですね、これはまあアルバムのこれビットボックス、ビットボックスっていうまあサンプラーですね、皆さんご存知の方もあると思うんですけど、エイブルトンライブとかああいう感じの役割として、まあ、ここにクリップみたいにしてなって、まあ、触るともう本当にここにクロックが来てるんで、クロックの同期してくれるって感じです、はい、要は考え方としては AV ドライブとの役割ですね、コンピューターではないんですけれども、もしモジュラー主体で、はい、
コントロールして、まあ、もちろんこのいろいろ CV ってこのサンプルのピッチとかいろんなものをあのコントロールできるんでモジュラー的にいじれるサンプラーです、はい、この中にあるのは先ほど話したパンハーモニウムは白根さん僕がすごい駆使するそうですね、うん、そうですよね、はい、そうですね、うん、あと僕はミミオフォンよく使いますねああミミオフォンいいですよねディレイとリバーブ、うん、すごく使いやすいやっぱり基本的に残響フェチなのであそう、うん、あとまあ僕はこのいつも外せないのこのウォーグルバッグというランダムこれはランダムはやっぱりモジュラー申請のモジュラーらしさは、うん、これも一番ソースのところだと思ってそれ持ってますけど、うん、ちゃんと使ったことはないですかでここに入ってるこのこれなんて言いましたっけ僕今ロープ眼鏡があれですけどこれはあの杉蔵さんの杉蔵さんにお借りしてるモジュールなんですあそうですね覚えてらっしゃいますかテルハモニックですねそうはいそうなんです、うん、これだけでも結構本当にいいあの役割をしてくれるんですよ ね, すね、うん、コードが鳴るっていうそうですねコードが、うん、そうでもコードちょっとつまみであれですから本当に音階も、うんうんうん、そうですねで今これはパッシブあ何でしたっけ、うん、そうですね全然忘れてましたね。そうでもこれは非常にあの面白いあの働きをして、でその場でもいろんな変化がつけられるので、これもよく使ってます。あとまあアーブバーブとかこのアルバムでもよく使ってます。まあシンマーの、そうですね、リバーブのシンマーのエフェクトのこうこうわーっていって、まああのリバーブなんですけども、こう今も響いてるようなこうシンセのような音は実ははい、あのリバーブの残響音的なものだとか。で僕はそれをだからストライモンのね、ビッグスカイ等でギターでやってるってことなんですね。はい、そうですね。なんか今回のライブでもモジュラーじゃないんですけどモジュラーのメーカーであるストライモンのペダルを使って駆使したりとか、うんうんね、このキューパスは僕は、うん、愛と調和っていうライブで駆使しましたね。ああ、なるほど、はい、そうですね。キューパスすごいいいですよね。うん、独特のフォーポールで。そう、これはステレオのフィルターですね。そうですね。でピッチとかをぐわーっと変えられるのが気持ちよくて。そうですね。はい、すごいかかりますし、まあ独特のそれ。あのレゾナンスを立てた時のあれがもう本当にサイン波的な、うんうんねはい、あの非常に、うん、水のような音がある意味では個性が強いフィルターってことにもなるかと思うんですけどす、ね、上物とかねそういうものにはちょっといいんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、はい、あとはまあフィジカルモデリングのプロンクっていうのをまあベースの一つのあれに使っていて、うんはいはい、そうですねインテリジェルの、はいうん、そうですね、今出ないかな、今ちょっと出てないですね、うん、あとはまあ普通のあのアナログシンセのベースで太い音なんで、うん、この、ツベーマンの BLD っていうのを使ってますね、はい、BLD、はい、すごいいいですよね、そうですね、はい、そんな感じですかね、うん、基本的には、うん、あとはまあサーフェイスっていうやつとか、あとはノイズエンジニアリング の,、うん、あの結構好きなのは、うん、ここら辺のこういう音が出るんで、これはもう本当に金属的でもあってバチミラス、そうですね、はい、僕はブックラを手に入れるまではこいつがブックラ係みたいな感じだったんですけどね、なるほど、うんはい、今それはブックラに取って代わられたから、ちょっと今焦ってると思いますこいつは、はいはい、まあざっとこんな感じですけれども、はい、あとはですね、まあもう一つケース今回持ってきてて、そこで一番最近メインですから、うん、ビーズっていうあのグラニュラーエフェクターですね、ここではあのまた別なモンスーンっていうのも入ってて、これは昔前のクラウズってやつの、うんうんはい、クローンのやつなんですけど、うん、やっぱグラニュラーエフェクトは非常に僕の音楽では要で、うんはい、大事にしてます。あの、うん、このアルバムでも散々使ってる感じです。うんはい、なるほど。はい。はい、杉尾さんもトーンスター結構触ってられて、トーンスター僕やっぱりアープ2600に憧れてたの で, そうです、うん、トーンスターに本当にあれ便利で、僕の場合やっぱりセミモジュラーがすごく助かるんですよね。だからもともとハマった最初のあの僕のファーストモジュラーがマザー32なので、はい、マウントされてましたね。僕的には非常にセミモジュラーがありがたい。セミモジュラーっていうのはいくつかが最初から合体してるんです、いくつかの機能が。で畑屋さんたちは もちろん細かく機能が分かれたセパレートになったモジュラーをバラで買ってつないでいくんですけど、僕の場合はある程度セットになっているとありがたくて、うん、で、まあ、そのセミモジュラーの僕王様がやっぱりモーグだと3人だと思うんですけど、トーンスターやっぱステディオエレクトロニスクがすごく僕好きで、うん、90年代は実はあの、うん、ラックでミニモーグを使っていたんですよ ね、それを駆使していました、うん、それは僕の持ち物じゃなかったんですけど、あ、やっぱりその当時からのノウハウがモジュラー化されたので、うん、なるほど、いわゆるテーブルトップタイプでもセミモジュラーいいのがすごく出てたじゃないですか、うんうん、そうですね、その意味で言うととても好きなブランドで、音が抜群に好きなんですよね、うん、もうそれだけでもすごく音がいいので、うん、素材の良さがあって、僕本当にそこにディレイをちょっとかけるぐらいで、うん、
もう全然使えちゃうというか、そうですね、アルバムでも結構ね活躍しますね、活躍しますね、もう、どう、うまく自動発信して、うん、あのフィルターやね、あのなんこの帯域をコントロールすると、うん、もう本当に生き物のうなり声になるんですよね、トーンスター好きですね、うん、ありがとうございます、はい、なるほど、そうですね、じゃあお時間もちょっとあれですので、はい、そろそろにしましょうか、はい、ありがとうございます、お待ちいただきありがとうございます、ありがとうございました。では、質問等は大丈夫ですか。あ、そうですね、あのすいません、ちょっと夢中になってしまいまして、ではちょっと質問ございましたらちょっと挙手いただいてよろしいですか。あ、お願いします。あ、じゃあいいトレーナー来てらっしゃいますね。ありがとうございます。配信もあったんですけれども、今日もライブがあると思うんですけれども、生で今後活動されるということはあるんでしょうか。生で活動される、はい、ライブ会場でやるとかいうのは配信ではなくて、本当にライブ会場とかで、うん、あ、もちろんです、はい、それそのつもりですよ ね、はい、そうですね、あれ今回もあれ今日お客さんもありますよね、今日もありますけど、はいはい、その後とかもあります、あります、要はだから、あ、分かった、おっしゃりたいことが無観客じゃない状態でってことですね、はい、それはもちろんあります、はい、ありがとうございました。でたくさんやっていきたいのでよろしくお願いします、はい、そうですね、コロナの情勢でなかなか、そうですね、そういう時期が過ぎましたので、9日もやりますし、13日もありますし、17日もあります、あ、はい、みんなどれも見に来ることもできます。ドミューンは無観客ですか。ドミューンも見に来れます、もう有観客、はい、入るんだ、はい、まあ、人数制限あるかもしれないんで、うん、その確認はしていただいた方がいいかもしれません、あ、そうですね、はい、以前ドミューンこのぐらいでしたけどね、そうですね、あのドミューンじゃないんで、まあ、広くなったドミューンなので、かなり広くなりましたね、はい、うん、はい、ありがとうございます。では他にご質問ございますでしょうか。あ、はい、ちょっとマイクを、あ、すみません、お疲れ様です。お疲れ様です。今日私福岡から来たんですけれども、武健さんに質問なんですが、今後福岡に来られる予定とか。呼んでくれればいつでも行きます。お声掛けくださいもしくは来てくれって言っていただけてありがとうございます。そしたら福岡の誰か知り合いに声掛けて呼んでくれって言ってみますんで、はい、はい、今のところ予定はないんですよ。だからぜひ、はい、働きかけて周りの人にもですね、あ、楽しみにしていますので、よろしくお願いします。例えばその場合ってモジュラーどう持ってくんですか。飛行機無理でしょ。あ、いや一回飛行、あ、いや飛行機を別に海外もこれで持ってってますから。あ、そうかそうか、はい、飛行機預ける、預けずに機内に、これを機内持ち込めるギリギリサイズなんですよ。ということは、うん、もうこれだけで行くと。そうですね、これとあと他のケーブルは預けでやって、はい、最近飛行機にガキ持ち込めないからね、困りますよね。そうですね、国内線の方が厳しかったりする時もありますけど、ね、バイオリンもね厳しいですもん。あ、そうですか。バイオリンも大きさが規定があって、普通のケースだとダメなんです。だから飛行機の、機内用のケースがあって、あ、うん、バイオリンはダメで、だからチェロとか絶対ダメじゃないですか。あ、そうです、ね、でも絶対にあれは、ああいうものは預けられないので、うもう一席分買わなきゃいけないんですよね。あ、なるほど、そうですね、なるほど。これは手荷物、海外の場合手荷物でギーッとこうレーダーを通すのはあそこでは引っかからないんですよ、うん、これなんだって言われるのかと思って。ただ持ち込むときに、はい、これが10キロ以上は実はあるので、うん、10キロ以上持ち込んじゃいけなかったから、そうか、はい、後ろに背中に隠しながら、うん、なるほど、そうすることでそれ不便だよね。そう、厳しいおばさんが見てると、あれ、あなたの荷物大きいんじゃないので一回止められたことはありましたけどそれが困るよね、はい、LCC とか7キロとかですよね、確かに。そうですね、例えばこれ見たら楽器だって分かります？いや、分かんないです。最初何だこれを爆弾かって言われたこともあります、はい、でも本当に爆弾にも見えるからね。お前はスパイかって言われたこともあるし、国によってはスパイが爆弾を機内に普通持っていかないだろう、普通にねそうですね、そうです。緩い国は本当に全然何もスルーだったりするし、うん、ね、はい、そういう問題がね、ありますよね、うん、そうですね、国によってはそうなんですね、はい、そうですね。だから、まあ、インテリジェルのちょっと小さめのケースとかの方が間違いないですね、はい、あ、なるほど、はい、そうですね、楽器的で、はい、ありがとうございます、はい、あとご質問ございますでしょうか。はい、すいません、すごい基本的な質問かもしれないんですけど、
あの音源がどこに入ってて音がどこから出てくるのかなっていうのがすごい疑問で、あの聞いてみたいなと思ったので質問させていただきました。あ、はい、あ、モジュラシンセのことですもんね、はい。先ほどみたいにサンプラーっていうやつで、これはもう録音されてるオーディオのものなので、ポンって出せば録音されてるのは、あの、はい、携帯で音楽再生するのと同じようなものだと思ってもらえばいいんですけど、そういう音の出し方と、あとはこのオシレーターっていうものがあるんですね。あのシンセサイザーの要になって、そこは何してるかって、発信機みたいにずっとピーって言ってるんですけど、まあ、ピッチをもっと下げようとかそういうことをするんで、音はここで出てるのをずっと出てたら嫌だなと思って、リズム感を持たせようと思ったら音を切るように、そういう切る音を切るモジュールがあったり、まあ、シーケンサーっていうのはそのリズムのタイミングを作ったりするものなんですけど、そうやっていくので、全部ここの中から音はここで電気的に発生、あのジェネレートしてっていうか発電してっていうようなイメージでここで作ってる音なんですね。だからこれはまあオーディオで録音されてるものと、あとそうやってここで電気で実際に発信させた音とを組み合わせてやってる感じですね、はい。その発信機というものが本当に、まあ、最も重要ですね。それがシンセサイザーの元で、ただの発信音なんです、もともとは。それを切ったり、膨らましたりで、エフェクトといって残響をかけたり、いろいろそう加工して音色を作って音楽になっているので、最初は普通に何にもかかってない最もピュアな発信機って、ただブーって言ってるだけ、うん、そうですね、そうですね。ピッチ上げたらブーっていう、ただそれだけのものをどう作るかってことが、あのシンセサイザーミュージックの根本なの で、 そうですね、うん、彫刻みたいなもんですね。波形っていうのがいろいろあるんで、その波形によって音の感じが柔らかいつるっとした音だったり、ギーって音だったりっていうのがあるんで、まあ、本当にぜひ興味があるんだったらそこら辺こう触ってみるとですね、あのここでもで、うん、あのお店でも体験できると思うんですけど、あの面白いので、本当にあの誰でもできることなんでね、本当に難しい、最初は誰でもあの難しくてわからないの、これを見ちゃうと難しいよね。そうですね、うん、これはどこに繋がってるんですかって言われたらそれは難しいですけど、でもあの一つずつそうやってやっと気がついたらこうなってしまうっていうぐらいの話なので、誰でも、はい、到達できるところだとは思ってます、はい。実はそれこそ昔の音というアルバムで、はい、シンセサイザーじゃなくて発信機で、音を作ったことがあって、あ、だからいわゆるオシレーターにエフェクトかけるとめっちゃかっこいいんですよ、音もいいし、もう本当に根本的な原理、言い方をあれすれば、今回のアルバムもオシレーターに相当するのが杉蔵さんのギターで、それを僕がこうモジュラーで加工していろいろ調節して、あのアルバムができたっていうのは、まあ簡単に言ってしまえばそういう感じだと思うんですね、うんうんうん。だからどんなソースでもモジュラー先生で加工することもできるしっていう、うん、はい、そういうことなんです。お答えになったかわからないですけども、はい、あれだから解析していくとすごく実はシンプルですよね。そうですね、なんです、うん、シンプルな音がいっぱい組み合わさって複雑になってるっていうことですね、うん、はい、ありがとうございます。この後のヌーン会場にもモジュラシンセサイザーいっぱい置いておりますので、よろしかったらぜひ触りにお越しください。はい、ここでも結構置いてますか。はい、ここでも結構置いてます。ここにも結構置いてます。あ、はい、あとで見てもいいですか。売り場にも、はい、ぜひ中古コーナーも充実しております。ちょっといろいろ探してるものがあるので、ぜひぜひご覧ください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、そろそろ僕らリハに行った方がいいんじゃないですか。あ、そうですね、はい、うん、じゃあちょっとこれで、はい、あの今日は以上になります。では、あのこれからあの、ヌン会場の方でですね、あの5時からライブイベント開始になりまして、杉蔵さん、畑健さんは、7時から8時1時間の、ライブアクトということで、はい、ご出演予定になっておりますので、ぜひあのご参加よろしくお願いいたします。では本日はどうもありがとうございました。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 じゃあライブの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。
さんお越しいただいておりますので、本日よろしくお願いします。お願いします。どうも皆様ご参集いただきましてありがとうございます。私ですね、まあ主に303のクローンとかですね、まあ303のリピアとか、まあ本業の合間に土日にですね、まあどちらかというとまあ活動してまして、まあ303専門でまあ やらせていただいてるんですけど、まあ今回ちょっと新しい取り組みとしましてですね、909のクローン、まあこれもクローンなんですけどね、なんかそういうグレーゾーンばっかりやってるっていう話もあるんですけど、まあそういうところで、この SR909 をですね、ご紹介させていただこうかなというふうに考えております。じゃあ早速ですけども始めさせていただきますね。ですね、まずですね、このヴィンテージシンセのクローンの世界っていうのはまあいろいろあるんですけども、まあ303を例えて言いますと、まあ4つほどありましてね、まずデジタル系のまあソフトウェアによるアナログモデリングですね。例えばあの某 TV ローランドさんの TV3 とかね、 TV03 とか、これはもう完全にソフトウェアでアナログモデリングしてるようなもんでございます。であと次にですね、アナログ音源でまああの同じクローンの回路を使ってるんですけども、使ってる部品が表面実装部品で、さらに、シーケンサーの方は独自のマイコンを使ってるというパターンもあります。でその場合は、まあ、具体的に言うと、まあ、TD3 とかですね、あと TT303、 これはまあこのカテゴリーにこう入る感じなんですね。で次にですね、アナログ音源で、まあ、当時のリード部品を使ってまして、まあ、シーケンサーだけまあ独自のマイコンによるものというものが、まあ、いわゆるゾックスボックスになります。で次にですね、もう完全に基板のパターンも完全にレプリカで、でまああの筐体だけオリジナルで、マイコンもまああの独自のマイコンを一応売り出してるんですけども、まあ、オリジナルのマイコンを載せれるというもうほぼ完全なるレプリカっていうのがですね RE303 になりまして、でなぜまあこの説明をするかと言いますと、この SR909 というのはこの D で示すレプリカの範疇だと考えてます。まあ、筐体はあのオリジナルになってまして、基板のパターンはまあほぼ一緒のものと。でこれもですね、このステダエレクトロニクスさんの SR909 と、あともう一つ DIN シンクの RE909 と、まあ、2つ派閥といいますか、あの国が違うんですけどね、まあ、そういうのがありましてですね、こちらの方はまあ別方向のやつで、今日はまあこっちの SR909 を紹介させていただこうと、まあ、そういうふうに考えております。でこの SR909 なんですけども、まあ、さっきも言いましたけども、基本的にはもうレプリカです。で基板もですね、あの一応基板のパターンにあの一応 for repair use というふうに書いてましてですね、まあ、保守用として利用できるぐらいの出来栄えになってます。でマイコンの方は、同じですね、まあ、これはもうデッドストックのやつをですね、まあ、どっかで入手してると思うんですけど、まあ、そういう意味からいくと、まあ、909独特の、まあ、タイム感とかグルーブはまあ完全に、まあ、同じもんですからね、まあ、再現すると、まあ、再現というか同じもんですね。で筐体の方は、まあ、本機よりもしっかりとした、まあ、作りの感じで、まあ、ここはちょっと改善してるポイントですかね。であと、まあ、一番 SR909 で特徴的なのは、まあ、あのノイズ対策が結構しっかりしてるなという印象があります。でもともとのオリジナルの TR909 っていうのは、まあ、ご存知かも分かんないですけど、まあ、あの個体によってかなりノイズが多い個体とノイズが少ない個体あります。で実際のところかなりノイズ多いやつなんかはあのパターンプレイのこのパターンライトのこの LED がこうチカ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 するこのタイミングでねノイズが乗ってたりとか、うん、そういうのもあったりするんですよね。だけどまあ一方で乗ってない筐体、まあ多分ロットによってちょっとその辺の改善ポイントとかがあったりとかするんですけども、まあ、その辺のまあ、ノイズ対策がですねこの SR909 はまあ施されているというふうに捉えております。
で、まあ、筐体の方なんですけど、まあ、ここにも目の前にあるんですけど、まあ、実際のところはあのこの鉄で結構この鋼板が分厚いです。まあ、だから重たいっちゃ重たいですよね。しっかりします、鉄板が。で横のこの部分なんですけど、これは本家の方はあの樹脂成形部品で作ってまして、でそれでまあ、大体、まあ、僕もリペアまだ5、6台しかやってないですけど、まあ、大体この側面のこの樹脂成形部品の爪が割れてます。割れてないやつ見たことないですまあそれぐらい、まあ、あの軽くしようという努力ではあるんだと思うんですよね。あの後半薄くして、でここ樹脂成形部品や、だからまあ当時としては可搬性を良くするという目的でやってると思うんですけど、まあ、その分ちょっと脆い、あとスタッドとかが立ってるんですけど、よう折れてるやつありますね。だから、まあ、はっきり言うて落下とかした時の体勢があんまよろしくないというふうに印象を持ってます。でも一方でこっちの方がやっぱ新しくなってるんで重たいですけどしっかりしますよね、やっぱね。だから落下とかにでもまだ本気よりは強いかなというふうに考えてます。で筐体、これ、まあ、一つもう一つ写真なんですけどね、側面が鉄になってましてですね、まあ、あとでまあちょっと説明しますけど、まあ、トランスがちょっと違うとかね。で次に、このノイズ対策なんですけど、このグランドの血栓がですね、当時の設計でいくとこの筐体にリターン電流を流すような感じでシャーシハースしてるんですよね。でそれでこのマイコンのグランド、マイコンというこのスイッチボードのグランドと、それとこのアナログ音源ボードのグランドっていうのは筐体に一点アースみたいな、共通アースシャーシアースしてるんですけど、まあ、当時のこのマイコン結構、まあ、ノイジーなんで、まあ、消費電力も多いですしね、結構これがノイズの原因になってるというふうに考えてまして、でこの、画像はですね、このステダの SR909 の基板の画像なんですけども、でここで言いますと、ちょっと真ん中辺に、左側の真ん中辺にね、この、SJ1 かな、 SJ1 というこのジャンパーテープついてます。でこれを接続すると、まあ、従来の TR909 と同じようにシャーシャーソーっとするような感じなんですけど、まあ、普段これ実装しないことになってるんで、もう完全に浮かしてる感じなんですよね。で右の方はスイッチボードなんですけど、この電源のグランドとプラス 5V の上に、この J1 というこのジャンパーテープがありましてね、このネジ穴の下のところなんですけど、これによって、まあ、デフォルトは実装しない。だから現物オリジナルはここはもうジャンパーなくってそのまま接続されてるんですけどね、まあ、完全にこのシャーシアースを廃止して浮かせることができるというような基板の改善を施されているようです。であとですね、まあ、これはまあそんなに効果があるという感じではないんですけど、オリジナルのトランスっていうのはEI コアの、まあ、一般的なトランスなんですけど、この場合は電源基板がオリジナルになってまして、トロイダルコアのトランスですね。まあ、トロイヤルコアのトランスで、まあ、ご存知か分からないですけど、時速がコアの中にとどまって外に出ないんで、まあ、誘導ノイズが、まあ、時速を、まあまあ、外に撒き散らさないんで、なんでしょうね、まあ、センシティブなインピドンスの高いラインとかの影響なんかは少ないとは思うんですけど、まあ、実際のところ配置も工夫されてるんで、これ従来のやつはこれ EI コアなんですけどね、まあ、あんまりこの改善効果っていうのは、まあ、言うほどではないですね。気持ち程度ですね、これね。だけど、まあ、これ見ても分かるように、なんかこうノイズ対策に関して、なんかちょっと執念めいたものをですね、私は感じておりまして、まあ、SR909 の、まあ、クローンなんだ、まあ、レプリカなんだけど、まあ、RE909 の方はもう完全にレプリカ。で、思想としてね、レプリカも考え方があると思うんですよね。その悪いところも含めて完全に再現するっていう、まあいいとこも悪いとこも含めてね、もう完全に再現するというのが RE909 の思想なんかなというふうに考えてまして、 SR909 の方はまあなんかちょっとしたこう改善が入ってるという感じですね。でまあ音源の方はまあこのグランドによってまあ大きく変わるとかいうのはないんで、まあ基本的には音はまあ再現性はあると。
まあ、RE909 も SR909 も、まあまあ、同じもんやというふうに考えても差し支えないかなというふうに考えております。ということで、この SR909 の特徴としては筐体がしっかりしているというのと、それとこのノイズ対策が、まあ、しっかりしていると。シャーシアースを廃止しまして、電源のところで1点アースを取るような感じに工夫されている感じですね。まあ、実際これ効果ありますね。まあ、完全にノイズが、まあ、消えるっていう場合じゃないんですけど、まあ、TR909 の、 個体としてあまり良くない個体に比べると、まあ、かなり改善してます。で、最後になるんですけど、ちょっと早いかなこれ今ですね、パッチングフォーライフさんとですね、ちょっとコラボしてましてですね、なんか調子悪い。こういうモディファイのキットをですね、パッチングフォーライフさんで、作っていただいてまして、で、まあ、私の方はこの組み込みをしてですね、まあ、提供しようというふうに考えてまして、まあ、実際のところこれのいいところというのは筐体の加工一切しなくていいんですね。まあ、ただしメモリーカード使えないというのはありますけど、まあ、実際メモリーカードを使う人が、まあ、909に関してまあ、少数派やというふうに聞いてますんで、まあ、これは全然ありかなと。で、内容としては、まあ、このハイハットチューンと、それとクラップのリバーブ、それとあれですね、キックのディケイで、これも、幅がこう拡大するような感じ で、で、あとドライブもあるんですよね、というところで、ジュンさんちょっと一回私よりも開発者なんでちょっと説明してもらおうかな。あ、そうですね。やっぱ音聞いてもらうのが一番いいですよね。あ、なんだっけ、 P4L のなんだろう、ジュンさん主催というかデザインとかいろいろ商品開発をしているジュンと言います。ちょっとこの後また違った商品を解説するんですが、このなんだろう SR909 のこの改造キットっていうのを今、まあ、販売してて、まあ、DIY キットとして販売してて、結構海外の DIY の、 909ビルダーの方にもう100キットぐらい売ってて、割と結構好評いただいてるんですが、音を出したい、出してみたい、みんな聞いてみたいと思うんで。これがノーマルの音ですね、これね。で、まあ、分かりやすいところでいくと、この、もういきなりですよね。今鳴ってるのがキックの音だと思うんですけど、この、そうですね、これがノーマルのキックの音で、まあ、ディケイが割とタイトな感じというか、そうですね、はい、で硬い感じのキックで、これはこれでいいんですけど、まあ、ちょっとこのディケイを伸ばすとこれスイッチがあって、これをスライドするとこんな感じ、こういうちょっとディケイが伸びた、ディケイが伸びた、そう、808っぽい感じのキックになるっていうことですね。でドライブかけると歪みも足していけるんで、キックをもうちょっと歪まして、なんだろう、まあ、倍音を増やす感じ、うん、太い音ね、はいはい、こういう風にちょっと味付けできる感じですね。で割とこの辺はやっぱオリジナルにはない音が作れたりするから、割となんだろう、幅広くっていうか、そうですね、音のバリエーションが増やせて結構いいなっていう感じで、あとハイハットのチューンですけど、
じゃあ開けましょうか。これハイハットの音、これノーマルのポジションなんで、ここはそうですね。でこのキックをじゃあ送ります。キック今消して、これ今ハットの音ですね。ハットの音でこのチューンを回していくと下がるんですよね。下げたりこう上げたりできるっていう、この辺もオリジナルのつまみではできないことなので、できないですね、うん、まあ、ちょっと面白いというか、このチューンがちょっと変わっていて、はい、ってことですね。これが、ハイハットのチューンの音ですね。そうですね、はい。で今度クラップですね。クラップ、はい、そう、この辺の音が、デフォルトの標準の音ですね。10時ぐらいのつまみの位置が標準の音 で、うん、で、まあ、リバーブって言ってるけど多分ノイズのディケイのレングスの調整なんですけど、で僕はなんか最初 RE909 か作った時になんかヴィンテージの個体と比べてなんか、うん、そのディケイが長いなと思ってたんですよね、うん、クラップがもっとドライな感じっていうかカラッとしたクラップを作りたいなと思って、もちろん短めにみたいな、そうでタイトな、そうもう全然そのドライな感じじゃないですか、うん、そうそうですね、このつまみをその、はい、一番小さくしたらもうノイズのディケイがないっていうか、うん、そうですね。しかもこれ標準の位置はちゃんと図示されてるんですよね。じゃそうです、ちょっと太めの線で表示して、うんうん、であのこっちのそうでハイハットの方はもうクリックで止まるなって、ね、うん、伸ばすとこれぐらいクラップが伸びるっていうか、だいぶ印象変わる、全然変わるよね、うん、でだから曲の印象とかに合わせて変えたりとか、そうですね、なんか一つのなんだろう、あの機械というこのマシンで割と曲ごとに、うん、あのキックの音変えたりとか、そうですね、できて、でこれは RE909 でも TR909 でも SR909 でも、つまりあの本家もレプリカも全部インストールできる。そうですね、そんな難しい回路じゃない、うん、ないし、まあ、クローンって言われてる基盤を使ってる製品だったら全部いきますね。クローンとかオリジナルの、うん、オリジナルもいきますんですけど、今対応できるというか、そうですね、でオリジナルの場合は、まあ、あの穴開けたりしなくていいんで、そうですね、要は現状復帰できるという、これはまたいいところなんですね。うん、そうですっていうのを、まあ、インストールしてですね、まあ、SR909 に、はい、まあ、つけて、まあ、はい、作っていこうかなというふうに考えてます、はい、ありがとうございます。いやすいません。でこういういろいろ味付けができるような改造もちょっと施しましてですね、まあ、あの作っていこうかなというふうに考えています。でですね、まあ、今のところちょっと予定はあれなんですけど、まあ、今年の年末ぐらいにですね、まあ、限定生産しようかなというふうに考えていまして、でこれはまあ今のこの改造キットをですね入れたような格好で、ただ今はまああのご存知の通り半導体不足で、まあ、正直ちょっと作れないんですよね。もしかしたらもう来年になるかもわからないんで、だからまああの本当はねもう夏ぐらいにとか考えたんですけど、まあこの製造するルートみたいなものはあのまあこちらの方で一応確保はしてるんで、まあ小ロットなんですけど、まあ作っていこうかなというふうに考えてます。またあのもしねあの欲しいという方がいましたらですね、私の方にまたコンタクト取っていただければありがたいなというふうに考えてます。じゃあちょっと早めに終わりましたけど、そんな感じでいいですかね、うん、そうです。もし皆さんご質問とか、そうですね、はい、でも、うん、ね、そうです、うん、いいですか、あ、失礼、あ、そうですね、ヌーンの会場にこれ展示しますんで、あとゾックスプロというか、まあ、ゾックスボックスの、まあまあ、私の、まあね、筐体オリジナルのやつを展示します、はい、でまあ基本的に303クローンが、まあ、主体でずっと活動してましてね、まあ、909についてはもうちょっと掘りが浅いなというふうに自分でも自覚してるんで、まあ、今後ちょっと掘っていきたいなと詰めていきたいなというふうに考えてます、まあ、今後にちょっとねその辺いろいろなんですかね、まあ、303はねもういろいろやり尽くしてるというわけじゃないですけど、まあ、逆に言うと専門で、まあ、時間が限られてるというのもあるんですけどね、もうそればっかりやってるんでもう嫌というほどやってますから、まあそれと同様レベルで、まあ、909も進めていきたいなというふうに考えております。 ありがとうございます。実際の、ね、音の良さっていうのをぜひつまみをこう
触っていただきながら体験いただくとすごくいいのかなと思います。あの K4M の会場の方でも、昨日に続きまして本日も、実際に触れるように展示、させていただいておりますので、はい、まあね、質問とかもぜひその場で、聞いていただけるとすごくいいと思います。そうですね、気軽に聞いてください、はいはい、分かることであれば何でもお答えしますので ありがとうございます、はい、では、こちらでですね、ギズモックさんの、商品のご紹介終了にさせていただきます。ありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。では、続きまして、P4L 新製品ですね、 DSV001 のワークショップということで、早速お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは、P4L の、開発とかいろいろなんだろう主催というかをしている、パッチングフライフというイベントのクルーとかもやってたりするんだけど、そのまあメンバーというか主催のジュンと言います。で、まあ、本業は音楽制作というかミュージシャンとして活動してて、 ATKIDS という名義で活動はしています。で、そうですね、今回、見えるかな、ここに今4台、並んでいるのが今回作った、DSV っていう、モジュールになりまして、DSV の略がドラム、ちっちゃく書いてあるんだけど、ドラムシンセボイスといって、簡単にそのパーカッションだったり、タムっぽい音、キックだったりタムだったりっていう、ドラムの音が割と作りやすいモジュールっていう感じで、制作していて、でなんでこれを作ったかっていうと、普段皆さんもやられてると思うんですけど、なんか情報収集をするのに結構インスタとか見たり、いろんなアーティストがどういう楽器使ってるのかなって見たりすると思うんですけど、でその中に、あんまり大きい声で言ったらいけないかもしれないんだけど、このベースになった、シモンズの、SDS3 っていう、シンセがありまして、でその音がすごい僕は結構いいなと思って、欲しいと思ったんですよね。それでそれをでも買おうと思ったら、やっぱり当時に作られた個体数がかなり少ない、シンセドラムで、なかなか、高すぎて買えないと思ったんで、これは何か自分で似たようなものが作れたら一番いいかなと思って、でそれをやりたいなと思ったのが去年の頭ぐらい でそこからでも本業の方が割と忙しくなって、ちょっと時間がなかったりして、で去年の10月ぐらいに、ちょっと一段落したタイミングで、あれを作ろうと思って、回路をいろいろこう設計したりして、ようやくある程度の完成度の形にまで持ってこれたんで、販売しようできるなっていうぐらいの完成度にはなったという感じです。で、音を聞いていこうかなって思うんだけど、ちょっとじゃあそうですね。で今このデジタクトからそれぞれの4台に対してトリガーを送って音が出るような設定に今してあります。で、なんで音が出るように出るかっていうと、これどういう構成になってるかというと、この1台の中に、フィルターと、エンベロップジェネレーターとあと VCA が一体で入ってて、でフィルターの、発信したサイン波をベースに音に加工してるっていう感じです。分かりづらいかもしれないんだけど、この音のピヨピヨいってる、ベースになってるのはサイン波です。こう長く、サイン波っぽいこうシンプルなサイン波の音が出てます。ベースとしてはそれに対してトリガーを受けてどういうアンプの開き方だったり、ピッチのエンベロップをかけていくかみたいなことで、パーカッシブな音を作るっていうことですね。でつまみとしてはわかるかな、そうですね。でここにピッチがあるんで、ピッチっていうのはこうやっぱりなんだろう、ベースとなる音程を決めるつまみになってて、で上げれば音は高くなるし、下げれば低くなると。で、一番低いと 30Hz ぐらいで、一番上げると20キロとかになるんで、もうほぼ聞こえないぐらいにはなっちゃいます。それで次はじゃあシーケンスを流しておこうかな。はい、でこのディケイのつまみっていうのはやっぱ音の長さを調整できるつまみですね。短くすればこれぐらいタイトになって、伸ばすともうずっと続いた持続音になるっていうことですね。で、これインパクトっていうのが、なんて言うんだろう、ピッチ、早いピッチエンベロップの、アマウントっていうか量を調整するのかな。それで、ピッチの
音の始まり部分のピッチを高くしてアタック感にするみたいな、そうチュンチュン、アタックのところ部分の音程が高くなるんで、こういうちょっと頭の部分のアタック感が出るっていう、そうですね。でですね、で基本的にあとあれか、じゃあ次このベンドっていうとこに行きますね。でここにベンドの、切り替えスイッチ、ベンドタイプの切り替えスイッチがあって、これ上にすると、上にするとですね、しゃくり上げるような感じになるんだけど、そうこういうピッチが下から上に上がっていく音が作れます。こういう音ですね、作ったりとか、これ逆に下げる方にするとこういうね、なんかまあチープな音ではありますけど、まあ魅力的なアナログな音だなと思って僕は結構好きだったりするんだけど、こういうような音ができたりします。で真ん中フラットなんで、これがピッチがあんまり下がらないでずっとフラットに行くっていうことですね。それでですね、何を次やろうかなそれでじゃあ CV インがここにあるんで、そこにじゃあ CV を入れていこうかなって思うんですが、どうしようかな、今この3台目の、やつにここ今鍵盤のモードにしてて、ピッチが遅れるようになってます。まあドレミファソダシロっぽいことができるっていうみたいな。でまあ、正確なピッチ のトラッキングではないんですけど、まあ、2オクターブぐらいはある程度トラックするんで、まあ、ちょっとしたメロディーだったりベースラインとかに使う分にもある程度は使えるっていうような、そうですね、はい、こういうふうにある程度の音階っぽいことも、できる。だから割とドラムシンセボイスって言ってるけど、まあ、シンセベース、サインハベース、サインハをベースにした、シンセベースだったりメロディーとかにも使えたりしますよっていうことですね。で、あと何を説明するかメモを見ますよあとはですね、あとはそうですね、これだ、大事なやつを忘れてました。ここに、トーン と、ノイズエクスターナルっていうつまみがあるんですけど、いろいろまだまだ説明することがありますね。ここ、まあ、とりあえずそれをやりますが、これ、外部、さっきのなってた、サイン波を使うか、ここにエクスターナル、ノイズエクスターナルっていうインプットがあるんですけど、ここに入力した外部入力をサウンドソースとして使うかっていうので、このつまみで切り替えができたり、まあ、ミックスみたいなこともできるんですけど、それをじゃあちょっと聞いていきましょうか。で、ここにノイズ LFO とノイズジェネレーターがあるんで、このノイズジェネレーターのノイズを、まあ外部オーディオソースとしてここに入れてます。これがノイズの音ですね。でノイズに対して、アンプとかフィルターをかけていけるので、余計な音、いけるかな、あそうで
これが、まあ、ノイズの音、ノイズの音ですよね。シャーっていってんのが。でこれに対して、まあ、ディケイを短くしたりとか、フィルターをかけたりできる。でこれはだから、さっき発信してた音みたいなのをちょっと混ぜたり、まあ実際ここがもうフィルターとレゾナンスみたいなことなので、レゾナンスを発信しなければもう結構普通にフィルターみたくも使えるっていうので、これはこれでこのなんかドラム以外の機能として割と使える機能かなっていうふうに思います。でこのフィルターとこの VCA があるんで音を短くしたりできますよっていう、これでハットの音は作れる。外部のノイズをベースにしてハットみたいな音、ハットの音を作ったりできるっていうことです。あとですね、大事な入力としてこのモッドエクスターナルっていうのがあって、これ外部のモジュレーションソースを入れて音を変えましょうみたいな、ピッチのモジュレーションなのかなになるんですけど、それを入れて音に変化をつけましょうという入力になってて、ですね、これがいいかな。で今この2番目のやつが音出てるんですけど、これに対して外部の LFO、 今これが出てて、この光ってる速さのLFO が、ここに行きますと、ここか行ってて、でその外部のモジュレーションの量どれぐらいかかるかみたいなのをこのつまみで調整できます、はい、でこれをめっちゃ、まあ、速くすると深めに音の変化がある、低くすると音の変化がちっちゃい、あのうにょうにょする LFO によるピッチの変化の量、深さを変えれるっていうのがデプスの、はい、こういうつまみですね。で僕結構好きなのが、割と早めの、LFO も何だろう、音聞こえるオシレーターみたいなぐらい、聞こえるぐらいの可聴域の、オシレーターっていうか LFO みたいなものを入れたりすると割と面白くて、こういう音になったりとか、割と結構魅力的な音だなと思って、結構かっこいい音が、はい、そうで、ここにねシーケンサーがいるんで、上がったら、まあ、このピッチ上げたら上がるし、こういうだから、まあ、パーカッションとも言えないような、なんて言うんだろうな、結構な D-FAM とかに僕は近いかなっていうような印象があったりするんだけど、割となんだろう、そういうパーカッションってとかドラムっていうものじゃない、なんかちょっとなんだろう、ちょっと狂ったメロディーラインというか、あの感じで割と僕は好きだなと思ったりして、まあ、これとキックである程度曲っぽいものができたりするんじゃないかって僕は思ったりしちゃうんだけど、まあそういう感じに、割とこのモッドエクスターナルにで LFO とかで音を変化させるっていうのは、割とこのモジュールに対してやっぱ結構重要なポイントだったりするんで、もしその買いたいっていう人がいたら、ぜひこのだから、あの外部のノイズだったりとかをぜひ使ってほしいなっていうふうには思います。それで時間はどれくらいあるんだっけ、まだまだある。であと他、まあ、ちょっと特殊な機能っていうか変わった使い方をいくつか紹介しようかなと思うんですけど、ですね、これ、サンプル、例えばじゃあサンプルのドラム音源とかをこのノイズエクスターナルというかエクスターナルを入力に入れちゃったらどうなるんかっていうのを試していく
こうかなって思うんですけど、これでも何をしたいかっていうと、要はなんだろう、フィルターと VCA、 エンベロップジェネレーターと VCA を使っていきたいなっていうふうに思います。これが今出ているのがデジタクトが出ているドラムループをエクスターナルに入れて、でディケイが全開の状態、 VCA がずっと空いている状態で、フィルターも全開の状態なんで、割と元々のドラムループの音が出ている状態になります。でこれを例えば、ま、あのフィルター、これカットオフみたいなことなんで、要はこうフィルターを閉じていける、つまりができるし、これがレゾナンスなんで、こういうフィルターの効果ができたりとか、でここディケイを切るとこうやってもうドラムを切っちゃうというか、なんかそうですね、そういう短くしたりとかもできるし、でドラムじゃなくても例えばこういう和音とかもいいじゃん、結構使えるよね。和音に対して、そうずっと持続、長いですけど、これは例えばちっちゃく、っていう、なんか割とお手軽になんかこのトリガーを入れるだけでこういう風に音を切ったり長くしたりできたり、フィルターをかけれるっていうので、なんか割とそのドラム以外にも、まあ、めっちゃ使えるんじゃないっていうような気は結構してて、逆にこの機能の方がいいんじゃないかみたいな部分もあるんだけど、まあこれにちょっと発信を混ぜていったりとか、まあいろいろなんかねできるんで、そうですね、っていうので、割とだからこの 10HP でフィルターとエンベロープジェネレーター VCA っていう考え方で捉えてもらうと割と理解は早いかなというふうには思います。でその発信させればドラムの音源として、ドラムの音源としてパーカッションとしても使えるし、まあ、逆のなんか本末転倒な説明なんで、逆に発信して、まあ、そう発信しやすいフィルターみたいな感じだから、そこを使えばドラムシンセボイスとしての元々の開発コンセプトに合った使い方だし、発信させなければフィルターとエンドロップジェネレーター VCA っていう構成で、まあ結構お手軽にああいう風に、なんだろう、あの音を切ったり長くしたりみたいなことができたりするんで、面白いんじゃないかなっていう、なんかその買った人はだからなんか割とそのドラムの音源として使うんじゃなくて、そういうフィルターとかとして使ってもすごいおすすめなので、それはあのいいと思います。いいと思う、ちょっと裏の使い方というか、僕が結構使ってきて、うん、いいなと思った部分であります。だいたいねこれぐらいだと思います、説明することは。で結構でも入れる LFO とかノイズとかによって割と、まあ、キャラクターいろんな音が出るんで、多分だから いろんなブランド の LFO、 これバツミだったりとか、結構バツミとの相性は結構いいなと思ってて、いいなと思っていてっていうあれなんですけど、今ですね、もうこの自分が作った LFO じゃなくて、バツミの LFO を入れるとどうかなみたいな。みたいな、結構その、LFO のピッチ、とか形状だったり、まあ、レンジみたいなもので音の変化っていうのが割と変わってくるので、今サイン波を入れてみたんだけど、サイン波、速いサイン波とか結構いいなみたいな、
みたいな、まあ、こういうのでもテクノみたいなことになりますよねっていう、これとキックとハットなどがあればもうある程度ミニマルなトラックとして成立する。感じでバツミとの相性は結構いいかなって僕は思って、まあ、これしか LFO 持ってないんだけどなんか使ってて、この音はいいなと思っておすすめの感じ、今のやったのが割と僕は好きで、そうですね、おすすめです。はい、だいたい説明すべきことは以上になります。何かご質問などあれば、あ、はい、なんかこれをこの音をやってみろとか、これをここに入れたらどないなんねんみたいなのがあれば言ってもらえたらやりますけど、何かありますかなければ、はい、売ってるのは今現状は直接知り合いとかにしか販売してないんですけど、まあもうちょっとしたらショップにアップしようかな、まあ、TFOM ぐらいの時にはショップにアップしたりできたらいいなと思っていて、まあ、予定価格は、まあ、1台3万円を予定しています、税込みなので、もしまあ買ってみたいって人があれば、まあ、4月の半ば中旬ぐらいに、アナウンスできると思うんで、まあ、そうそう、インフォメーションというか、インフォメーションもどこで、まあ、インスタグラムに P4L モジュラーっていうので、アカウントがあるので、そちらを見ていてもらえたら、そこに発売しましたっていうのを告知出しますので、まあ、そちらをチェックしてもらえたらなと思いますですね。はいあとじゃ まだその ESV 以外の、最近作って開発途中のプロトタイプみたいなのがいくつかあるので、それをじゃあ最後に紹介させていただいて終わりたいと思いますが、ですね、ここに、あるのが見えるかな、この PWS っていうのがありますが、これは何かというと、パッシブのウェーブシェイパーと言ってというからしいんですがで、これ僕が開発ベーシックな回路を設計したわけじゃなくて、萩尾さんっていう方が、さっきも話題になりましたが、萩尾さんっていう方がいらっしゃって、その人が割と、まあ、回路を公開されてるんですよね。で、まあ、いろんな人が使っていいよということで、権利フリーで、載せてて、で、このパッシブウェーブシェイパーっていうのを上げてて、なんかすごいシンプルなんだけど、面白そうだなと思って作ってみたら、まあまあ、割とって言ったらですけど、面白いなと思って、で今じゃあこの音をちょっとウェーブシェイパーに通してみようと思います。で、でウェーブシェイパーって何なのか僕もよく分かんないけど、ウェーブの形をちょっと変えるみたいな感じで、まあ、倍音を足したりするたりっていうの感じなんだけど、そうなんかね、あと分かんないですね、何が分かりやすいんだろうでもさっきとは、で、この CV インがあるんですが、そう、今このバツミの LFO を CV に入れて、で